ヒューダグラス・ハミルトンによる1800年代の肖像画。初代ロンドンデリー公爵ロバート・スチュアートはアイルランド王国出身の政治家、貴族。アレグザンダー・スチュアートとメアリー公安の息子として1739年9月27日に生まれた。1781年4月2日に父の遺産を継承した。 1771年から1783年まで、ダウン選挙区の代表としてアイルランド庶民院員議員を務めた。1782年、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1789年9月20日に、アイルランド貴族であるロンドンデリー男爵に除されたのを、皮切りに、1795年10月1日にカースルレイ子爵に、 1796年8月8日に、ロンドンデリー伯爵に、1816年1月18日に、ロンドンデリー公爵に庄除された。また、1801年のグレートブルテン及びアイルランド連合王国成立に伴い、アイルランド貴族代表議員に選出され、1821年,年,18年まで、務めた。1801年から1821年まで、 ダウン県主席治安判事を、1803年から1821年まで、ロンドンデリー県主席治安判事を務めた。1821年4月8日に、マウント・スチュアートで死去、戦災との息子ロバートが爵位を継承した。1766年6月3日、サラ・フランシス・シーマ・コンウェイの娘と結婚、一難を設けた。1775年6月7日、 フランシス・プラットと再婚、一男7女を設けた。ありがとうございます。